鉄さんと R1 さん行きましょう。さあ、地雷さんと ESP さん、さあここで1回戦が、ちょうど半分過ぎますね。さあダイブはしっかりガードして、タオカカのターン、タッチ B からしっかり6へつないで、猫にもゴーダン当てていく。さあまず体力リードするのはタオカカ。さあここでジャンビーをかぶせていく。相変わらず荒くねのジャンビーの判定は強いようです。さあ出てきた霧は上空霧。さあしゃがみ D が当たって、若干ながらラクインゲージが増加していく。さあ今回荒くねさん、仕様が変更されまして、今までは DK とですね、まあ、クリムゾンと呼ばれるドライブがヒットすると1回でラクイン状態になったんですが、今回は、ヒートゲージの上にラクインゲージなるものがありまして、まあ、DK との攻撃をガードしたりヒットさせたりすると溜まっていき、ゲージがマックスになるとラクイン状態になるという仕様で、ラクイン状態中はラクインゲージが切れるまで、そうですね、ラクイン状態が続いて、今までのように攻撃当てても、ラクイン状態が解かれないということで、また、ロケテに比べて虫の回転率が速くなったということで、これでまた荒くねさんも強キャラの仲間入りが見えてきたんじゃないんでしょうか。さあまず1本先制のは ESP とかが、さあジャンビーかぶせていく、タチリーガードさせて、さあ1回で 20% ぐらい溜まりますね、ガードさせても。さあ受け身狩りしっかりしているものの、猫に5段当てることはできない。さあ上からかぶせていく荒くねに対して、なんとか落としていきたいタオカカ。さあこのねタオカカが画面端に追い込む。さあ受け身不能時間が短くなっているためコンボにはいけない。さあ猫に5段しっかり当てていく。さあジャンビーかぶせていくものの、なかなかまとまったダメージはラクイン中以外で取れない。なんとかしてラクイン状態にしたいが、まだまだゲージが溜まるのは先のようだ。さあその間にタオカカが荒くねの体力を削っていく。さあ上からかぶせていく荒くね。さあタオカカのターンだったものもここでもつれて、再度タオカカのターン。さあラクインゲージが増えない。荒くねの体力が残り 0.5 割。これはしっかり飛んで、さあバースト警戒でしょうか、コンボにはいかず、それでも荒くねの体力少なくなってしまい、コパンコパンで勝ったのは ESP タオカカですね。さあ手前が勝ったのは鉄さんの勝ち、鉄さんの勝ち。さあ1回戦最後の試合いきましょう。木村さんとオラさんいきましょう。やっていいよ。そうですね、今日ノエルいないですね、R1 さんがラグナで本日出ていますので、本日ノエルとラムダがいないですね。さあ、1台空いてるので2回戦の方もやっていきましょう。和平さんと犬尾さんいきましょう。和平さんと犬尾さんいきましょう。さあラグナから狭間にキャラを変えたオラさんの、狭間と、相変わらずライチを使っている木村さん。今回ライチが、新技追加ということで結構いい性能になっているので、今まで頑張ってきたことが報われるんじゃないでしょうか。さあまずは棒を飛ばして立ち回る、コンボが始動。さあつなぎ、あれはつながるのかどうか分かりませんが、さあここで拾い直して置き攻めはあえてたくらず画面端やっていいっすよ。さあ狭間がワンコンボ決めて落とす。さあ拾い直して、さあジャンシーを刻んで叩きつけたかったが裏回ってしまう。中段が通って、さあ貯めると若干技の性能が変化するのかという話がスレッドの方に出ていましたが、どうなんでしょうかね。まあ一応ロケテ段階では中段からコンボ指導はできたみたいなんですが、さあウロボロスを絡めた立ち回りで
一気に体力残り1割まで追い詰めた狭間ですが、ここでターンが入れ替わって棒がカウンターヒット。さあ体力ほぼ5分、ジャンシーをかぶせていきながらも、ここで手枝が通って、これはゲージがあったがあえて使わない。さあ最後は手枝通ってしまい、一本センスな木村さんのライチ。第2ラウンド、まずは距離を離す。さあウロボロスの硬直にしっかり差し込んでいくのがきっと狭間戦の要になるでしょう。さあ鉄山高からワンコンボ決めて、さあ画面端熱波に対してはしっかり棒を受け身狩りとして使っていく。さあここでしっかり叩き落として狭間のターン、ツバメ返しで切り返す。中段は飛んでいる、暴れ潰しのタッチシーは当たらず。さあダッシュをしてしっかり距離調整。さあジャンビーから拾い直して叩きつける、画面端をキープしつつ投げが通る。さあウロボロスかコンボにいけるんでしょうか、ちょっとわからないんですが、ここでさあ無敵技で切り返して体力的にはほぼ5分、ここでジャンテーダジャンエが通る。さあワンコンボ決めて叩きつけて置き攻めは無敵技で、さあ今のはツバメ返しを警戒したでしょう。ここで手枝ジャンシー通る。さあ木村さん、ここでバースト発動していく。さあジャヨクは西ですかね、満点も潰されてしまい、さあどうなるかわからない。鉄山高がガードプライマリー削るのであまりガードしたくない技ですが、さあこれはバーストがないためしっかりコンボを決めて、さあオラさんの狭間が一本取り返す。最終ラウンド、さあオラさんはバースト2つ所持ですが、木村さんは先ほどのラウンドをバーストを使ってしまったためバーストが1個。さあまず先手を取るのはオラさんの狭間。さあ下段が通ってこれは確認できず、さあ画面端追い込んでいますが、ここで新技の 6C ですね。さあ切り返していく、満点棒を絡めてなんとかダメージを奪っていきたい。さああの高さはライチは上方向に暗い判定が薄いので、薄くはないんですがね、下方向がちょっとでかいので逆か。さあここで小田さんがコンボを決めて、ここでバックジャンプからの手枝で木村さんのライチが切り返す。さあ一気に画面端付近まで追い込んで、これはダウンが奪えない。さあ画面端背負わしているものの、ジャヨクはヒットしない。さあ 6C を絡めてコンボを決めるのは木村さんのライチ。画面端付近でこれは熱波しっかりとがめていく。さあ中段が通ってジャヨクが通る。さああれはヒット確認で繋がるレベルじゃないで、入れ込みじゃないと繋がらないし、確かあの技はディストーションドライブのみキャンセル化だったかと思われます。さあここでバーストを発動する、これは対空通ってどうなるかわからない。最後はツバメ返し、勝ったのは木村さんのライチ。さあ、では、そうですね、掃除さんの荒くねと的さんの手がやりましょう。掃除さんと的さんいますか？大丈夫、いる？手前が飼ってるのはジンということで、犬おじんですね、手前が飼ってるのは。じゃあ次呼び出します。シューターラグナと ESP 投下が行きましょう。